今日も動画をご覧いただきありがとうございます。 JK 制服を着てスーパーに買い物の来ました。ちょっと恥ずかしいですがお店に入ってみます。スーパーに入りました。生鮮食料品売り場です。やっぱり引き返します。 JK 制服のままは恥ずかしいです。ごめんなさい。店を出てトイレに行きます。トイレに入ります。とりあえずカメラをセット。立ってしますね。終わったみたいです。すっきり。TikTok 撮りますね。こっちだ、こっちを見ろ、こっちだ、ね、こっちを見て。女装男子。外の公園を散歩しますね。ここで TikTok 撮りますね。こっちを、こっちだ、こっちを見ろ、こっちだ、ね、こっちを見て。女装男子。今度は違うスーパーにお買い物行ってみようかな。制服を着たままでと思いましたが、上からトレンチコートを着ちゃいました。お店に入りました。ボタンを外しているので JK 制服はバレバレですね。何を買おうかと物色中です。これ買っちゃおう。キャラメルのキャンディー。セルフレジに来ました。会計中です。この後店員チェック。勇気がなくて店員さんの顔を見れませんでした。無事に買い物できました。車に戻って場所を移動します。よろしくお願いします。大通りに出てきました。幹線国道なので
車がたくさん走っています。地下道に入ります。ここはあまり人は来ないようですね。こんなことやっても平気ですかね。反対側の歩道に来ました。特にやることもないので戻りますね。前に TikTok を撮りますね。あまりチンチンに触りすぎると逆に枯らしてしまうこともありますので、ほどほどにしてください。あなたの犬にしてください。お願いします。男性と話してると唇ばかり見つめてくるの、なぜなぜ酔っ払っちゃったって言うと急に優しくなるの、なぜなぜ。スケジュール聞いてもいい。危ない。この格好で怪我でもしたらマジでヤバいですね。帰りも地下道から帰ります。帰りもこんなことやっちゃいます。パンツ脱いじゃいますね。はい、ノーパン状態です。脱いだパンツはポケットに入れておきます。なんだかスースーします。うっそー、こんな状態ですが今回の動画はこの辺で、今日も動画をご覧いただきありがとうございます。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。